はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ハートマンヴィンテージギターズでございます。今月もいいの入りましたんで商品紹介していきたいと思います。はい。フェンダーテレキャスター新ライン。ツーハムの初年度72年生の個体でございます。3トンサンバストカラーかっこいいですね。綺麗ですね。はい。綺麗ですし。やっぱナチュラルカラーがねこの時期のやつ数多いですけれど、まあ、アッシュボディのサンバースト、まあ、パール柄のピックガード、まあ、ツーハム仕様と、はい、まあねお好きな方はおなじみだと思うんですけれど、まあ、傷もちょこちょこありますけれど結構綺麗な方かなと思います。ピックガードもね結構縮みやすい時期ですけれど、まあ、もちろん縮みありますけどね、はい、まあ、比較的綺麗に残ってる方かなと、まあ、おなじみのこのフェンダーハンバッカーが2発ですね、まあ、サウンド最大の特徴かなとは思いますね。はい、でフレットナットはまあ一度フレットか交換してるのかな、はい、はい、まあ十分残ってますけれどね、はい、まあヘッドにはテレキャスター新ラインロゴがかっこいいロゴついてますねこれ、はい、ワンストですかワンストリングガイドですね、はい、はい、裏側をご覧ください。フェンダー F キーがつらつらっと並んでおります。ネック裏も結構綺麗に残ってますので、まあ、演奏面でもいいかなというところですね。でレギュラーのテレキャスターは基本的に4点止めの、ジョイントになりますけれど、まあ、こういう周辺モデルですねテレキャスター新ラインだったりとか、まあ、カスタム、まあ、この辺は3点止めも、採用されているということですね。はい、まあ、ちょこっと傷、まあ、剥がれがありますけれど、はい、まあなんといってもこうサウンドが、売りの一本なのでぜひぜひこれちょっと聴いていただきたいなとは思いますので、はい、聴いてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。今回も結構ねいろいろ紹介させていただきましたが、また続々と入荷の予定ありますのでこちらで動画、サウンドなんかもご紹介していただければなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。お願いします。